さんということで始まりました。イエーイ。あ、今日はまだ選手が到着してないんですよね。そうそう、本日 MC のクラブスタッフの鶴見です。よろしくお願いします。そして、今回のトークテーマは俺のこだわりということで、こだわりが大変強そうな3選手を呼んでおります。それでは登場していただきましょう。よろしくお願いします。どうも。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ちょっとね、背景が設定できなかったり、いろんなちょっとトラブルがあったんですけど、ちょっとまずは、じゃあ一人ずつ、健吾さんから自己紹介とか軽く、はい、してもらいましょうか。お願いします。背番号1番ゴールキーパーの福留健吾です。今日は1時間楽しく話したいと思うんで、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、タク、お願いします。はい。背番号3番の藤原拓也です。こだわりは特にないんですけど、よろしくお願いします。はい。背番号18番の西山英介です。僕もこだわりは特にないと思います。けど、頑張ります。2人選ばれてるんだからね、こだわりありそうだって言って。俺ら2人、健吾さんのバーターなんで。そうなんですよ。ガヤ担当でいきます。ガヤ担当。ごめんなさい、本当に別にこだわりありそうだな、こいつらっていう感じで選んだわけじゃなくて、まあ、いろんなバランスとか、いろんな調整があったっていうことだけは、はい、伝えておきます。あとはほら、健吾さんとかほら、1時間で足りなさそうな顔してるでしょ。ちょっと盛り上げる形で、はい、進めて。延長なしですか？延長いきますか？反省会。そっちの方が長くなりそうなんで、ちょっと。いや、間違いない。そうですね。じゃあ、ちょっとまず初めに、なんか、開幕が決まったりとかしたので、ちょっと、まあ、本当に開幕決まりましたけど、いろんな皆さんの頑張りとか、いろんな本当に自粛とかでここまで来れたかなと思いますが、まあ、現在のチームの状況だったり、まあ、個人個人のコンディションだったり、ちょっとお話ししていただければなと思います。じゃあ、健吾さんからお願いします。まあそうですね、そのまあ、リーグが開幕するっていうのが決まったことによって、まあその基準っていうのがそれぞれ定めやすくなったっていうのは、まあこれは一つ前進だと思いますし、まあそれに向けてチームとして仕上げていく時間がまだあるんで、まあ一日一日大事にしながら、いい開幕のゲームを迎えられたらいいなと思います。まあ個人的にはちょっと怪我してて、チームの練習には合流できてないところもあるんですけど、まあピッチに戻った時に、しっかりパフォーマンスできるように、まあできること、しっかり取り組んでるっていう、状態です。じゃあたくさん、はい、開幕の日にちが、まあ、決定して、で、まあ、全体での練習も始まって、まあ、チームの雰囲気も、まあ、ちょっと引き締まるじゃないですけど、少しずつ、まあ、いよいよ開幕するんだなっていう思いがみんなだんだん芽生えてきてると思うので、うん、ここからまた、4週間ぐらいありますけど、まだチーム全体でやっていけたらいいなと思ってます。はい。じゃあ、西、お願いします。はい。まあ、鳥取県自体の取り組みの成果、皆さんのおかげもあって、僕たちは他のチームより、まあ、ちょっと早く練習始めることができて、でももう今日の練習に関して言えば、本当に自粛前と変わらないぐらいの強度の練習、ができてるし、まあ、本当に開幕が決まってやっと目標が見えて取り組めてるので、まあ、そこは残りの後の期間でどんどん仕上げていければいいかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。そうですね、そうだ、今回からですね、このスーパーチャットというのがちょっとできるようになっていて、コメント欄のドルマークからですね、スーパーチャットができますので、ぜひそちらもご活用いただいて、ガイナール鳥取を
支援いただければなと思います。あとは、トークテーマもあるんですけど、コメントなども随時受け付けておりますし、拾えるものはどんどん拾っていこうかなと思ってますので、ぜひ、どしどしコメントをお寄せいただければなと思っております。では、早速ですけど、始めていきたいと思います。じゃあ、ちょっと、まずは、なんだろうな。サッカー的なところの、でもね、これ言っちゃうと、ケンゴさん長いかな。筋トレ。はいはいはい。ケンゴさん、45分ぐらい必要ですね。いや、長い長い長い。それを長いって。終わっちゃう終わっちゃう。筋トレへのこだわりということで、はい、どうですか。じゃあちょっと、まずはじゃあ、そうだな。西あたりからいこうか。何かあれば。まあ、こだわりというか。一番早く。こだわり、そうですね。続けてることとか、まあ、なんか。逆に、高校時代とか僕、毎日トレーニングルーム行くぐらいやってたんですよ、実際。高校時代は。でも、はいはいはい、今は逆に、そのもう、ナチュラルボディで勝負したいんで、うんうん、もうサッカーだけでついた筋肉、すごい、これ今、ね、筋トレやらないを美化していってるだけなんですけど。なるほど。その逆にやらない体でちょっと勝負しようかなと思ってまして。動いたりね、することでつく筋肉、ナチュラルな筋肉で、ね、はい。サッカーでつく、そう、ナチュラル筋肉でちょっと勝負しようと思ってます。わかるわかる。でもそれはわかります、非常に。じゃあ、たくさん、どう？なんか、ある？僕は、なんだろうな、大学の頃から、あんまり筋トレあんまりしてなかったんですよ。けど、卒業して、まあ、その前職の沼津に入ってから筋トレし始めて体重が5キロ6キロぐらい増えたんですよね。すごいね。それで、まあ、自分の中でも、まあ、パフォーマンスが上がってきたなっていうのがあるんで、まあ、週1週2ぐらいは全身のトレーニング筋トレをなるべく入れるようにしてるぐらいですかね。なるほど。でもやっぱそうやって定期的に意識持って入れてるってことだよね。はい、そうですね。じゃあちょっと最後、もう喋りたくてうずうずしてそうだけど、健吾さん、いいですか？いいっすよ、僕から30分測りますよ。いやー、長えな。失敗したな、これ。まあ、そうですね。まあ、キーパーっていうポジションにとって、やっぱりその瞬発力でパワーっていう部分は、まあ、すごく重要な要素になるんで、特にやっぱり世界のトップのゴールキーパーのプレー見せても、一つの力で勝負できる分っていうのはすごく大きいんで、やっぱ自分もやっぱそこを見たときに必要だなっていうので、まあ僕は基本的にはドイツに行ってから、本格的にスタートさせたんですけど、だから僕もだから体重が、10年前とかだったら10キロぐらい変わってて、うん。で、まあいろんなトレーニング法とかも試しながら、その、なんていうんですか、ボディメイクで鍛えるやり方を取り入れたり、あとパワーリフターとかやってる、スナッチとか、クリーンとか、そういう動きも入れつつ、まあ動きと筋肥大といろいろ混ぜながら、計画立てながらやってます。ちょっともう2人の顔がもう死んだ魚みたいな顔になってましたけど大丈夫でした？さすがです。たくさん半笑いで見るのやめてください。いやドイツから語り始めたかと思って。これだよ、これ。何がナチュラルボディだよ。まあ、目的大事ですよ、ね、初めて筋トレ、はいはい、初めて聞きましたもん。筋トレする目的がやっぱ大事だと思います。素晴らしいですね、ありがとうございます。はい、じゃあ続きまして、やっぱりアスリートということで食へのこだわりみたいなものはどうですか。じゃあちょっと西からいこうかな。まあ、なんか食事をとるタイミングとか、なんかそういうプロテイン飲んでますみたいなこととかも
含めて簡単なこと。僕これもあれですよ、ちょっとナチュラルボディに関する感じなんですけど。ナチュラルって言えばいいと思ってるでしょ。あの武井壮さんが言ってたことで、あのそう食べたいって、これを食べたいって思った時点でその体が欲してるものなんで、それが例えばじゃあラーメンだろうが、その体にあんまりジャンキーって言われてるものだろうが、それは取るべきだみたいなことを前言ってたんですよ。だから食べたい時に食べたいものを食べるようにしてます。いや、いい、いい、それがね、ストレスなく、はい、シンプルでいいと思います。なるほど、なるほど。じゃあタク、僕はなるべく、まあ、スナックとか体に悪そうなものは取らないようにするっていうのと、まあ、あとはもう本当バランスよくって感じですかね。ちょっとタンパク質多めに、魚多めにとかにしながら、バランスよく食事を取ろうっていうことだけですかね。大体食へのこだわりは。まあ、こだわりでもね、やっぱりバランスよく食べるっていうのは大事なことだもんね。それがまあアスリートであろうが、そうですね、一般の人であろうが。一番大事な。なるほど、なるほど。じゃあ、いいですか。じゃあ、まあ、食っていうか、まあ、栄養っていうことを考えると、まあ、僕はその栄養の知識とかっていうのは今でも常にあの自分の中でアップロードしてて、まあ、いろんな最新のものが出てくるんで、そういう情報は入れつつ、まあ、僕は大事にしてるのは何を取るかっていうものも大事なんですけど、タイミング、あと量で、あとは三大栄養素、タンパク質、炭水化物、脂質の量、一日の摂取量。ちょすいません、ちょっと待って待っていいですか。おい、面白くなりました。二人、はい、何でしょうか。どうした、聞いてる、そんな笑うようなとこなかったけど。いや、本当真剣に、そんな笑う、真剣に。あ、聞いてる、もう真剣に。すいません、すいません。これからに遮っちゃって、すいません。ああ、いえいえ。すいません、続けて。やっぱトレーニングを効率よく自分のプラスにするためには、やっぱ栄養摂取っていうのは大事な要素になるんで、そこはやっぱり大事かなっていうふうに思います。きっとこれ見てる人の中には、あの、子供とか、あの、高校生とかいると思うんで、そういうの大事だよっていうのは、声を大にして伝えたいです。ありがとうございます。そこまで気を使っていただいて。健吾さん、あれですもんね。食事、全部測ってるって言ってましたもんね。マジですか？一時ね。今やってないですか？今は大まか。大体。でも、大体やってるんだ。でも、測って、それこそさっきの三大栄養素を計算はしてたかな。今もしてるかな。すごいな。だってあの食材とか分かんなくないですか、これが何グラムとかさ。測れば分かるじゃん、あの測りで。違う、あのこれの食材が栄養素の問題ですか。そう。そんなんはもうアプリで食材とグラム数入れたらバーって出るから全部、それ全部計算して。だから肉とかだったらもうパッと見てこれ大体何グラムだからタンパク質なんだって頭の中にイメージはできますね。すごいこういう話する回ですもんね、今日ね。こだわり、そうです、そうです、もうまさにです。ありがとうございます。バーターの2人、しっかり、ね、バーターの2人、途中でなんか半笑いしてなんかもうニコニコしてる場合じゃないんだぞ。いやいや、あの、それ話遮って再開したとき一番鶴見さん笑ってましたから、ね。一番悪いから。一番ニヤニヤしてました。聞いてましたよ、それはもう。僕は今日真面目に語るんで。いや、それはそうですよ。何でもやっぱ真剣に言ってもらわないと。大事に。もう大丈夫ですか？もうだ、食に関しては。いや、もうさすがにあんま時間割けないんで。ああ、すみません。この辺までにしときます。はいはい。まだ喋りたいことがたくさんあるけどってことですね。もう当然です。あの、ほら、健吾さん、あの、練習中に飲んでる、あの、なんか、
ドリンク、スペシャルドリンクみたいな。気になる、気になる。あれ、あれあるじゃないですか。あれは、ちなみに、なんだって。何が入ってるんだっていうか。なんだって、はい。どういう時に飲んでるとか。いや、あれはもう、トレーニング中に飲むドリンクで自分で作ってますね。調合してるんですか？はい。入ってるものは、EAA と、マルトデキストリンとクレアチンです。何すかマルトデキストリンって。マルトデキストリンっていうのは糖質ですね。で、EAA っていうのは必須アミノ酸です。いや、よかったです。ちょっとなんかドーピングとか引っかかるんじゃないのかなと思って、その確認でした。まあ、その辺は、あの、安全なものを選んで使ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。なるほど。じゃあ、ちょっと、そうだな。サッカーとは少しですけど、持ち物へのこだわりということで。持ち物、まあ、道具だったりとか、サッカーの道具とか、まあ、ケンゴさんだったら、キーパーグローブとか、まあ、あとは普段使うような、何か。持ち物。なんだろう。持ち物。もう実は、あの、俺、白ブリーフしか履かないんです、みたいな。そういう。あ、そうだ、そう。いやいや、僕は全然そう、例えばですよ。例えばです。なんか、あれば。じゃあなんか一番探してる、ちょっと西から行こうかな。いや、今もう、持ち物。なんかこだわってるものとか。例えば財布が、なんか、長財布しか使わないみたいなこととか。あー、でも長財布っすね。なんでだ、理由は、なんか理由は、お尻にとかその入れたいんですよね。ポッケかさばんの嫌いで、うんうん、ここが横がかさばんの嫌いで、ケツポケに入れるんですけど、なんか三角三つ折りとかだと全部入っちゃうじゃないですか、うんうん、ポケットの中に、うんうん、だから取りにくいじゃないですか。あ、取りやすい。取りやすい、ね、はい。はい。でも取りやすいっていうことは取られやすいっていうか、なんか、でも分かるかな。お尻のセンサー敏感なんで分かるんですよ。ああ、いるよね、そういう選手ね。もう取られたら速攻上がるんで。ああ。あと、香水ですかね。香水結構持ってます。あ、香水ね。はい。いいし、香水つけてんの、普段は絶対つけますよ。どのタイミングでつけるとかあるの？なんか。でも基本、誰かと会う外出の時はつけたりします、ね。練習中は？練習中はちょっと人によっては嫌かなと思って。ああ、そういう配慮をしてるんだ。はい。でも同じ香水2、3年使ってます。こだわりのつけ方とかあるの？香水。香水のつけ方は、手首、足首、その全首につけるんですよ。手首、足首、首。めっちゃつけるね。で、最後。だって、空間にさ、パーってやって、そこスッて通るぐらいでいいんじゃない？あ、それ最後。それ最後なの。あ、最後なのそれ。それ最後。あ、そうなの。はい。結構つけるね、それじゃあ。つけるかもしれないですね。何の香水使ってんの？ああ、気になる、気になる。その、もう2、3年ずっと一緒に使ってるのは、ジョー・マローンってやつです。あれめっちゃいい匂いだね。あれはいい匂いだね。すげえ。持ってきます、今。ジョー・マローン。ジョー・マローン。取ってきますか、今。ああ、ちょっとお願い、お願い、お願い。ジョー・マローン。ジョー・マローン。その間にじゃあ、ケンゴさん、食へのこだわり喋っていいですよ。さっきのね、もうすいません、戻ってきちゃいました。あーあ、早い、早いな、早いな。あ、これ背景とかぶっちゃうかな。ああ、そう、人に、西にかぶしてもらったら。ここが限界ですね。これ使ってます。何の匂いがするの？何の匂い？ピオニー&ブラッシュスエードコロンって書いてありますけど、何の匂いなんですかね。ああ、わかんない。あの、有名なあの匂いだね。これはマジでおすすめです。超おすすめです。いやー、明日店頭からなくなりますね、これはね。もうやばいですね。うん、すごい。
皆さん、あんまつけてる人いないし。西の匂いにもちょっと注目してもらえれば。ケンゴさんとかもなんか香水つけそうなイメージあるんだけど。あ、確かに確かに。俺は試合の時だけだな。あ、試合の時つけるなんだ、それなんかちょっとスイッチ入れるみたいな感じですか。そうですね。まあ、ブランドとかは特にこだわりです。もうなんか気に入った香りのものを、みたいな感じですね。もう試合前にロッカールームでつけるみたいな。はい。はい、ちなみにどこにつけられるつけるんですか。いや、僕は首ですね。首。手首と首ですね。はい。あんまこだわりはないです、そこには。なるほど。うん、じゃあ、タクなんかある？なんかちょっと香水縛りっぽくなってきてるけど。香水ですか？この香水へのこだわり。いやー、タクは香水確かつけてたよね。これの練習後とかたまに、今つけてない。つけてましたね。前つけてましたよ。あ、そう。それでも俺もあのジョマロンつけてましたね。あれ？そうなの？え、オソロ。けど、匂いはわかんないな。何の匂いだろう。けどあれじゃないの？尾崎栄一郎さんの影響じゃないの？あ、でも その通りですよ。あ、そう。そう、最初 A さんからなんかプレゼントしてもらって、なんかもらったんですよ。その匂いめちゃくちゃ良くて。で、そっからなんかハマりました、ちょっと。そう、ちなみにあの視聴者の皆さん、すみません、あの尾崎っていう、結構頻繁にも名前は出てくるんですけど、パワーワードなんですけど、あの岡野 GM の打選手時代の運転手の尾崎。あ、すみません、間違えました、間違えました。その紹介したのではないですか。運転手兼選手。いえいえ、言い方悪い。あ、すみません、これ、俺もうめちゃくちゃ怒られるやつだ。すみませんって入れとこう。はい、選手ですね。はい、めちゃくちゃお世話になってるんで。そうですよね。俺の師匠ですよ。なるほど、なるほど。ちょっと香水っぽくだけになっちゃった。なんかありますか？他にも。香水以外で。たくさん、ケイノさん。俺、スパイクとかは、なんかもうとりあえず軽いスパイク使って。なんか重いのが嫌で。もうなるべく軽いやつ。一回履いちゃうとちょっと重いの無理になるよね。そう、一回軽いの知っちゃうと。全然感覚が変わっちゃうんで。なるほどな。じゃあ軽いのを、比較的軽いのを選ぶみたいなところですね。健吾さんはありますか？まあ、サッカー道具で言ったらグローブになるんですけど、僕はもう10年以上同じメーカーのものをずっと使ってるんで。もうこだわりですよね、それは。はい。なるほど、なるほど。キーパーグローブ。10年以上、すごいな。すごい。もうずっとそのメーカー、ウルシュポルトっていうメーカーなんですけど、グローブの。それもずっと大学の時から今までずっとつけてるんで。はい。何が違うんですか？そうです。やっぱ、キーパーの専門のブランドなんで、やっぱグローブのクオリティ自体がやっぱ高い。で、やっぱいろいろ選べるんですよね。その、この手のひらの素材とか、縫い方とか、いろいろあるんで。オーダーメイドってことですか？うん、たくさんモデルがあって、それぞれいろんな縫い方だったり、この生地が違ったりとか。で、自分に合うものを選ぶっていう。感じですね。それ以外はないです。ありがとうございます。はい、ます。すいません、すいません。ありがとうございます。今ね、ちょっとあの、投げ銭、スパチャいただいたりしたみたいな、なんで、早速やっていただいたり、投げ銭ですね、言われるね。ありがとうございます、本当に。じゃあちょっと、コメントも。ちょっと少し1個前の話かな、2個前の話になるんですけど、チームナンバーワンのナチュラルボディは誰だと思いますかっていうコメントをいただいてます。チームナンバーワンの
ナチュラルボディ。ナチュラルボディ。西若干、西もでもあれだよね。若干、わがままボディにも近いよね。まあ、ナチュラルなんで。でもなんか、筋肉ついてるけど、ギャッて引き締まってる感じでもないじゃない。そこがナチュラルなんですよ。やっぱり。そこがナチュラルなんだよね。人工的じゃない、あれなんで。なるほど。天然物なんで、はい。なるほど、なるほど。なんだろうな。誰だ小牧とかね。ああ。うん、あいつはなんか多分、そんな多分トレーニングしてないけど、なんかこう、分厚いみたいな。うん、確かに。うん、小牧さん、俺よりわがままじゃないですか？そしたら。うん、そうだね。うん、そうだね、つって。あと、基本みんなもうやってますよね、筋トレ。やってる。あ、そうか。じゃあ、そんなにもうナチュラルっていう意味では、もうそんなもう数が少ないってことだもんね。うん、ようさんのね、くびれがすごい。確かに。むちゃくちゃどうでもいい。どうでもいいって言ったらあれだけど。怒られますよ。それはそれ怒られますよ。どうでもいい。いやいや、そう。あれも、あれもいいですからね。コメントきますよ、多分。やばいっすね。ヨウさん、怒られちゃうな。あとで謝っとかない。ヨウさんのくびれ、すごいな。そこはさすがにちょっと誰も。ちょっと気づかなかったですね。ねえ、すごい着眼点、目の付けどころがやっぱり。そう。見てるってことですもんね、普段。そうだね。そういうことだね。ちょうど対面なんだよね、ロッカー。ああ、そっかそっかそっか。結構遠いですけどね。うん。でもいつもなんか、くびれすごいなって思う。それ、言わないんだ、ヨウさん、くびれすごいっすねとは言わないってこと。いや、言ったことありますよ。しかも、なんて言ってた？いや、なんか、特に何も。言わないんかい。めんどくさがられてるじゃん、もう。かもしれないですね。明日俺行ってみますね、じゃあ。隣なんで、ロッカー。行ってみて。あ、意外と、こう、普段はあんまりこう、面白くなくて、オフィシャルだけなんかはしゃぎ出すパターンなタイプかもしれない。普段の皆さんは、うるさいですね。普段の方がうるさいんだ。それも困ったもんだね、俺。なるほど。あ、続々と、ゴロツキネコさんからスパチャ投げ銭いただきました。ありがとうございます。いきます。すごい、みんな。じゃあ、ちょっとコメントも、そうだな。ちょっと、まあ、新加入選手も2人、今来てもらってるんで、まあ、リーグが再開決まりましたけど、自分の、まあ、ここを見てほしいみたいなところあったりしますかみたいなコメントも来てます。じゃあこれは新加入の、2人にお願いします。どっちでもいいです。じゃあタクから。はい、僕は見てほしいのは、まあ、左足のキックですかね。うん、左足のキックだったり、まあ、あとはまあ、ヘディングだったり、そういう対人の強さだったり、ゴール前での粘りだったりとか、体を張るプレーとか、そういうところをちょっと見てほしいなと思います。なるほど。じゃあ、健吾さんお願いします。まあ、僕は、その戦う気持ちとか、その勝ちに対する執着心みたいなものを、やっぱパフォーマンスにこう出すっていうのは意識してるとこであるんで、そういうこう熱い部分っていうのを見てもらえたらいいなっていうふうに思います。そうですね。まあ早く本当に試合見たいサポーターの皆さんたくさんいると思うんで、本当にコメントにも早く再開したいですみたいな、開幕楽しみにしてますみたいなコメントもたくさんいただいてます。はい。じゃあちょっとテーマの方にちょっと戻っていければなと思ってますが、なんかそうだな、難しいかな、これ見えるか。生活へのこだわり、まあなんか例えばオフの日でも何時に必ず起きますとか、
ああ、そういうことか。そういうなんか、これは必ずしてますとか、まあ、寝る前にストレッチ必ずしてますみたいな。そういうことでも全然大丈夫ですけど、西山くんいけるかな？生活。なんだろうな。やっぱでも匂い系なんてお香炊きますね、僕。ああ。しゃれとるね、やっぱりね。やっぱりね、することが、することがおしゃれ。そう、結構、あの、だそれこそサポーターさんからすごいドバッと一回いただいて、まだ使い切れてないんですけど、一日一回は絶対炊きますね。それがもう寝る前なんて、もう大体いつか多いとか。はい、もう練習終わって帰ってコーヒー飲みながら時もあるし、寝る前だったりもあるし。やっぱりいい匂いはね、なんかやっぱリフレッシュになるもんね。そうですね、なんか匂いは欲しいかもしれないです。なるほど。ぜひね、またあのファンサービスなんかが始まったら、匂い系、もう差し入れしていただければと思います。ビンビシの匂い、陰に行っちゃう。つけていかなきゃいけない、毎回。そうだよ。期待されちゃう。確かに。本当はね。ハードル上がっちゃったの、ちょっと。じゃあ、タク、なんかありますか？生活への。生活、これ本当に多分ないですね。生活何にもない。オフの日も別に何時に起きるとかなく。ありそうだけどな、タクさん。ねえ、ありそうだよね。めっちゃ決めてそう、そういうの。そう言われるんですけど、俺すげえ結構ズボラなんですよ。意外と結構ズボラで。それは意外な一面というか。もう、なんだろう、多分サッカーがなくなったら本当だらける人間なんですよ。意外だな、なんか。うん。これは。なんか、まあでも、なんだろうな。寝る前にちょっと体のケアというか、するぐらいですかね。あ、でもやっぱりそういうのもやってるんだね。あ、まあそういうのは、もうサッカーのためにみたいな感じなので。はい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 。それ以外は。まあ、そこはやっぱり。でもイメージ通りというか、やっぱそういう真面目な。多分言えないようなね、こだわりも。なんかね、やめて、なんかそういう。いや、そういう意味じゃなくて。悪い意味じゃないよ。いい意味で。続きましょう。そうそうそう。続きましょう。もっと、もっと突っ込みましょう。もっと突っ込みましょう。ないから。本当にない。なるほど。意外とズボラなんだね。それは意外だわ、マジで。健吾さん、最後。ありますか？まあ、生活のこだわりじゃないかもしれないですけど、こっちで生活する中で、あの、景色がやっぱ綺麗だなっていう。だから毎日その練習場向かうときとか、日本海とか見えるんですよ。で、今この時期、やっぱ天気と海がめっちゃ綺麗で、なんかそういう自然の、なんだろうな、春の自然とか、夏の自然とか、なんかそういうのをこうちょっと楽しむみたいな。こだわりっす。いや、でも、いいですよ。わかります、わかります。わかりますよね。わかります。あの、なんか、うん、結構みんなこっちの人って、いい景色見るのに慣れちゃってるじゃないですか。そう、そう。だから、うわ、めっちゃ夕日綺麗みたいな、見てみたいな。ちょっとスターなんかでもそうなんですけど、はい。でも別になんかみんな、もう、うんうんみたいな。ムーンみたいな。僕も、ではちっちゃい時とかは普通だったんで、この景色が、なんか大勢が見えるとか、日本海見えるとか。はいはい。でもなんかこうやって戻ってきて、改めて見ると、あ、やっぱいいなっていうのは、もう日々感じてます。素晴らしいですね。確かに、こっち海めっちゃ綺麗ですもんね。めちゃくちゃ綺麗。めちゃくちゃ綺麗ですよね。でもみんな当たり前だからなんかもう口にはね、もうわざわざ出さないっていうか。うん、そうですね。だけど、なんか、うん、もう口に出さずにはいられないぐらいテンション上がっちゃうもんね。やっぱそういうの見るとね。どうしても。いや、ほんとそうなんですよ。綺麗だと。本当に。うん。
これからいい季節じゃないですか、大戦とかも。そうですね。うん。だから楽しみです。いやー、いいですね。なるほど、なるほど。いい話も聞きました。ちょっとまたじゃあ。ひろみさん、その紙で顔隠すのずるいっすよ。あ、バレた。バレた、バレたか。やめろよ。そんなことないぞ、ケンゴさん。ちゃんと聞いてましたよ。一番悪いです、ケンゴさん。あ、でも続々と、はいはい、うん、タグのはその、あのなんかチャチャはもうちょっと飛ばしていきましょう。明日怒られちゃうんで、ケンゴさん拾うと、拾うとちょっと調子乗っちゃうんで。確かに、わかりました、うん、さらっと流していきましょう、はい、明日怒られちゃう。でもあの続々とスパチャであの投げ銭してくださってます。はい、ありがとうございます。すごいな。 BA さんとかなんだろう、4696さん、ありがとうございます。ちょっとじゃあせっかくなんでこの人たちからコメントも拾えればと思う。試合の前に決まって聞く曲などありますかっていうコメントが来てます。じゃあちょっと西から行こうかな。これちょっとプレイリスト見ていいですか。ああ、いいよいいよ全然。まあ健吾さんはちょっと最後に撮ってきたんで、もう曲のはなんかもう多分もうね、決まってるね。分かってる。ちょっとこれ、これに近いかなと。これまあ、これ、これに近いかなみたいな。まあ今、あの試合前、試合前の。じゃあ僕から喋っちゃっていいですか。うん、ああ、いいです。喋ってください、喋ってください、喋ってください。ケンヨさん、大丈夫、足りる時間。試合前はもう絶対聴く曲があって。はいはい。あのボンジョビの Lay Your Hands On Me って聞くんですよ。ちょっと何言ってるか分からないですけど、それはもう試合前に必ずあのアップの前に必ず聞くんですけど、はい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 、アップに行く前にもう聞く曲があって、それはボンジョビの Sleep Free When Wet っていうもうアルバムを通して、ちょっと何を言ってるかよく分からないですけど、はいはい、もう多分ね、これ見てるボンジョビファンはもう今拍手してますね。分かってると。そこで。それぐらい盛り上がりとね、なんかやっぱすごいっすね。なんで俺今みんなポカンとしてるかちょっと分かんないです。え、ケンゴさん、いつからボンジョビ好きなんですか？ボンジョビは中学生だね。中学生？やば、めっちゃ前。デビュー早いっすね、それなかなか。そうっすね。もう好きとかじゃないんで。好きとかじゃないんで、もう。なんすか、じゃあ。なんかもう、あれっすね。崇拝に近いっすね。ああ。でも確かにあれだもんね。ケンゴさん、納会の時とかもめっちゃボンジョビ歌ってたもんね。まあ、あれ歌っときはまあみんな喜ぶし。そんな理由かい。前3回ぐらい出したもんね。まあ1曲ぐらい言っとくかくらいな感じですね。焼き、きたいな、ケンゴさんのそのボンジョビ。めっちゃ面白いですよね。あ、そうなの？いつかね。え、めっちゃ楽しい。もう面白さとかじゃないっすよ。俺はもう。本人はいたって真剣なんですよね。真剣なんで。ああ。なるほど。うん、あ、そういう、ね。まあ、それをどう捉えるかはもう周り次第なんで。うん、なるほど、はい、じゃあ試合前はボンジョビを健吾さんは聞くということですね。2人はなんか特に聞くものとか ないの？これ僕は特になんかもう特に聞かない。ちょっとアップテンポな曲聞くぐらい、うん、ああなるほどね、うん、同じく。じゃあ健吾さんみたいになんかアップ行く前はこれなんとかの前はこれ、トイレ行くときはこれ、なんか廊下歩いてるときはこれみたいなこだわりは特にない。いや、ケンゴさんみたいだけど、つゆさん俺ちゃいますよ、そんな。そこまで決めてない。そこまで決めてないですか？うん。すいません、すいません。誤解生むんで、そこは。そうですね。はい、正しい情報お願いします、MC なんで。はいはいはい、そうこだわるなぁ。こだわるなぁ。こだわります。すごい。じゃあ試合前に聴く曲は、あ、そうだな。みんなはまあ、だいたいアップテンポということで。
なんかあれさ、なんか他にも。はい。何何あ、何でもないです。いや、いいな、何何ええ、何でもないです。いや、言えって。何何何もういい、もういい、もういい、次行きましょう。ちょっとコメントもじゃあ拾おうかな。あ、ゴール裏のサポーターの方から、ケンゴさんカラオケではボンジョビで、ボンジョビでしょってザキさんが言ってたってすごい情報つな、だから。もう知ってる、もう、サポーター界でも知れ渡ってる。有名な話みたいです。もう有名。あ、そうなんですね。有名みたいです。もうちゃんと僕、逆指名してますからね。サポーターの方に。この曲でお願いしますって。なるほど。そうか、それはすごい。じゃあちょっとなんかファン感なんかでぜひ披露してもらったりとか。ああ、いいですね。いいですね、いいですね。いや、そんな安売りはできないです。いやいや、カラオケ。こだわるな。こだわるな。すごいな。じゃあちょっと違うテーマに。これもまた難しいかもな。ファッションへのこだわり。ファッションありますか？これはありますね。まあ、ある。じゃあ、2しかない。あります、あります。僕はもう基本無地が多いです。ああ、なるほどね。確かに無地を着てるイメージもあるし。あの冬になるとタートルネックとか着てるイメージもあるよね。なんかおしゃれそうな。あの、ギャップが激しいです。僕、その練習行ってる時とかと、いざ勝負する時はだいぶ違います。いざ勝負？それいや、俺もそこはね、拾わないとダメでしょと。どうしようかなと思ったけど、いざ勝負の時とはまた、ちょっと違うってことね、はい。違いますね。だいぶ変わりますね、僕は。いざ勝負の時は、何の勝負かはあれですけど、この間、コウキが、褒めてくれたんで、すごい、今度ご飯連れてあげようと思ったんですけど、はいはいはい。そんな、モンドタートルネックとか、もうガッチして決めますね。でもやっぱりシンプルなものっていうか、あんまりガチャガチャしたものが。そうですね、柄は、だからユニクロが多いです。ユニクロとかが多いですね、基本。シンプルなもの、ね。たくさんユニクロ通すもんね。僕ああそう、タクもユニクロ好きなんだ。俺もほぼほぼもうユニクロしか着ないですね。なんか西でもやっぱ、うん、みんなが着るとなんかユニクロ着てるようにはあんま見えなんか、まあ、体もなんかがっちりしてるし、うん、いいって言ったらだけど、やっぱ似合ってるもん着てるよね、みんなね。そうっすかね。ケンゴさんなんかありますか、ファッションへのこだわり。いや、僕はそのブランドとかのこだわりとかも全然ないんで、そもそもそんなにあの物欲とかもないんで、だからもうファッションで着るもんはもう基本もうシンプルにって感じです。なんかもう普通にジーパン、T シャツみたいな、あそんな感じです。デニムのイメージあるわ、ジーパンのイメージ。うん、確かに。そんな感じですね。なるほど。まあみんな基本的にシンプルなものを選んでるってことですよね、やっぱりね。そうですね。なるほどな。じゃあちょっと、これ、結構みんな引っ越し多いと思うんですけど、ちょっとかなり限定的なっていうか偏ってたんですけど、物件選びのこだわりとかって、なんか、あったりします？なんかじゃあタクからいこうかな。何基準にみたいな。僕は、まあ、こっち来るときは、僕、奥さんがいるんで、はいはい、もう基本的にもう、奥さんにほぼほぼ任せて。あ、そうなんだ。そうですね。そうなんだ。決めてもらって、候補出してもらって、そこから2人で、ここがいいねっつって選んで、なったって感じなんで。なんかほら、見る部屋見る人とさ、もう見ない人もいるじゃん。どう？ああ。見ないでも。こっち来た時は、もう見に来るタイミングがなかったんで、もう。ああ、そっかそっかそっか。そうなんですよ。だから、ネットで写真と、ええー。
なんか今、あれ見れるじゃないですか。360度カメラでなんかちょっとバーってなってたりするのもあるじゃないですか。ああ、ある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 。なんか、ああいうのでちょっとバーって見て、でもここみたいな感じで。体験してないですね。そう、してない。すごいね。それも。そうか、その、だからネットの情報を奥さんが探して、奥さんの意見で決めるってことでしょ？そうっすね。それすごいね。なんかズボラ、ズボラなか、ズボラっぽいね、なんかね。本当にそうなんか。なんかそこら辺、本当にこだわりがないというか。ある程度、最低限綺麗で住めりゃいいんじゃねえかみたいな。なるほど。西、なんか、ありそう。広さ重視しましたね、こっち来たときは。あ、広さをね。横浜、やっぱ、家賃高くて。まあ、そうだよね。横浜時代は。だから、横浜時代より今、家賃安いのに、3倍ぐらいの広さって今。そうか。そんな違うんだ。はい、確かに、西のさ、あの、なんだっけ、ね、ツイッターとかに載せたやつ見たら、これ部屋広いと思ったもん。確かに確かに。で間取り 2DK ですもん。あれも1部屋です。だからあれが3部屋あります。へえ。なんか畳だったじゃん。そうそう。あの広さが3つあります。すごいね。すごいな。でも横浜より家賃全然安いです。今へえ。そうだよね。部屋の広さ。そうだよね。まあ重要だよね。物多いんで僕。そうなんだ。ちょっと物多いんですよ。なんか意外だな。なんか。本当ですか。少なそうっていうか、身軽にしてそうなイメージある。あ、じゃあそのイメージでお願いします。じゃ物が多いから、まあ、自然と選ぶ部屋も広くなくちゃいけないみたいな感じ、ね。そうです。はい。ケンコさん何かありますか、まあ、ドイツ時代とか。まあ、いやーまあそうっすね。僕、引っ越し、海外で引っ越しの方が多いんで、やっぱ海外での引っ越しが大変すぎて、だから特にそんなこだわりないです。もう、快適に暮らせればいいくらいですね。あ、ちなみに海外の引っ越しの大変さみたいな、なんか。基本的に不動産屋みたいなのないんですよね。日本みたいに。そうなんです、ね。だからネットとかでバーって出てるのを自分で交渉っていうかしたりしないといけないんで、大家さんとかに。そうしたらやっぱ言葉もできないといけないし。で、やっぱりその、やっぱ大家さんとか外国人が来ると、やっぱちょっとなんか毛嫌いするというか、例えばドイツ人と日本人だったら、ドイツ人がこう、選ばれちゃうみたいな。その募集がね、一緒に来たらね。はいはいはい。だからやっぱそういうので結構難しかったんで、まあ、そんなに住む場所に対するこだわりっていうのはそこまでないです。なるほど。じゃあみんなもう意外となんか、あれですね、住めればいい的な感じが多いのかな。ちょっと、あ、ケンゴさん、コメント来てます。ケンゴさん、試合勝ったらゴール裏で歌ってくださいって来たんですけど。これは休みに値しますか？いや、嫌ですと。いや、いやです。そこはね、まだまだ。嘘です。まあ、その、サポーターの皆さんが喜んでくださるのであれば、で、メガホンを渡していただけるのであれば、早く見たいですね、そういう。考えておきます。ゲームも、やっぱりみんなで。ケンゴさん、絶対歌ってよ。まあ、カメラでどれだけその雰囲気を作れるかみたいなところに。だいぶ。じゃあちょっとこれもちょっと難しいかな。お金の使い方へのこだわりはということで、まあ、いろいろなんか考えたり、これはちょっと高いけど結構こだわって買ってますとか、なんかこう、節約してこういうの使ってるとか、なんかありますか？お金の使い方か。僕は基本的には、あんま本当物欲がないんで、新しいものとか出ても、なんか欲しいってあんま思わない。
なんか結構長く使いたいタイプなんで、どっちかというと。だからなんかあんまりそんな使わないかもしれないですね。なんか無駄なもん買いたくない。できれば持ち物は、うん、多分西と真逆で、持ち物できるだけ少なくしたいみたいな感じ。まあ、海外生活長いと、なんか必然的にそうなるかもしれないですよね。のかな、わかんないですけど、うん。僕も引っ越し多かったんで、本当に荷物めちゃくちゃ減らして。まあそうですよね。はい、本当に、こんな感じでした。もう身軽にっていうか。ありますか、なんか2人は。お金。僕は、なんか、本とかだったら、なんかもう、欲しいなと思ったらパッと買っちゃいます。ああ。同じ、なんかね、そう、1000円、2000円でも、本なら別に躊躇なく買うみたいなことですね。そうですね。なんかそういう系だったら、なんか、買っちゃいますね。なるほど。まあ、本読んでるイメージあるもんね、やっぱりね、タクは。そうですか。うん。イメージある。そうか。ニッシュはなんか、ありそう。ですか。食費に結構かかっちゃうかもしれないです。ああ。自炊ってこと？結構。自炊。そうですね。自炊とか。まあ外食。外食。そんな、まあ、やっと貯めるぐらいになってきましたけど。基本的に今、食事にお金を使ってるみたいな感じですね。なるほど、なるほど。いや、ちょっと時間も少なくなってきたので、最後。サッカーへのこだわり。まあ、こだわりというか、これもまた難しいけど、なんだろう。どんなこと意識してやってますとか。楽しむ。楽しむ。これは非常にいいね。やっぱり一番大事なことだよね。子供たちにも。言えるし、はい、もう本当そこだけあればなんとかなると思います。あのプロになるとね、ちょっと忘れちゃいがちなところもあるじゃん、やっぱり楽しむこととかって、はい、だけどやっぱりいつまで経っても大事なことだよね、やっぱりね。タクは何かある？なんですかね、気持ちで負けない。お、意外となんか熱い。もう意外と根性論みたいな熱い感じで。なんかまず技術とかよりもまずはそういうなんかなんだろうな、その気持ちの部分が土台としてあってからの技術かなと思ってるんで、まずはそこの土台の部分で気持ちの部分をしっかり持って。常に取り組もうとは思ってます。まあでも大事なことだよね、本当に。なんかこう、僕もその辞めてからは分かるけど、やっぱ心技体整ってないと本当にプレーできないし、毎日 100% で練習することって本当難しいなって辞めてから本当に気づくから、やっぱり気持ちで負けないみたいな、まあ疲れてても奮い立たせてやるみたいな、なんかそれあるないであれなんていう、なんかその一歩寄せたらそれ止めれたのにとか、なんかそういうのも結構あって、そこは大事かなと思ってます。ありがとうございます。じゃあ最後、健吾さん。そうですね、まあかなり難しいこれ質問だと思うんですけど、尺大丈夫かな。僕の場合はなんだろうな、もう本当、世界のトップのレベル、世界のトップのレベルでどういうものが求められているのかっていうのは、やっぱ常に、こう、頭に入れてやってますね。だからそのキーパーもやっぱ常に進化してるポジションなんで、やっぱその今、現在のキーパーにどういうものが求められているか、世界のトップでどういうことが行われているかっていうのは、やっぱ常に、見ながら、チェックしながら、そこに少しでも近づけるようにっていう意識でやってますね。
大事なことですね、でもそれも本当に。まあ本当に今、いろんなものが簡単に見れるようになったりとか、世界のトップも簡単にこう映像で見れるようになったりするんで、ぜひそういう意味では、子どもたちにもそういう意識持ってやってもらいたいし、まあ、身近な存在として、ガイナーレ鳥取、まあ、こういう健吾さんとか、タクとか西とかみたいな、あとはフェルさんとか、まあ、素晴らしい選手たちもいるので、ガイナーレは身近な存在で、こう試合見に来て、いいもの見てもらえればなと思います。僕も今年からスクールまたやったりしてるんで、非常に子どもたちからもパワーもらってるし、なんかいろんな新しい発見とか、本当に子どもたちから教えてもらうようなことがたくさんあるので、本当にみんなと同じような意識でまたサッカーに、携われて、非常に自分も嬉しく思ってます。じゃあちょっともう時間もだいぶ来てしまってるんで、最後にじゃあちょっと、はい、もうあっという間に、本当、あっという間に、健吾さんのボンジョビが長かったんじゃないですか。ついちょっと笑いすぎですね。すいません。広げようかなと思ったんですけど、笑うだけにって一応とどめといたと思うんですけど、すいません。あー、それくらいちょうどいいです。じゃあちょっとまあ視聴者の皆さんとか、本当に応援してくれてるサポーターの皆さんに、最後、一言ずつメッセージをいただければと思います。じゃあ、どうしようかな。じゃあ、西からお願いします。はい。まあ、もう開幕日も決まって、選手、チーム、スタッフも選手も、まあ、サポーターの皆さん、こう、同じ気持ちで、まあ、開幕まで迎える基準が示されたと思うんで、まあ、あとは本当に一体感持って、開幕戦からスタートダッシュ決めれるように僕らも頑張りますので、応援よろしくお願いします。はい、じゃあタク、はい、そうです、開幕の日程が決まって、で僕らもそこに向けてしっかりみんな全員で準備しているので、ではまずその体調の部分を皆さんしっかり気をつけて、選手もそこは本当に注意払ってやっているので、しっかりその開幕の日に全員揃って戦えるよう、望めるようにやっているので、皆さんも体調に気をつけて、なおかつ僕らの応援もよろしくお願いします。はい、じゃあ健吾さん最後お願いします。まあリーグ終わった時の最終節っていうのがやっぱりゴールだと思うんで、まあとにかく僕らの目標はリーグ優勝、そして J2 昇格っていう、もう揺るがない、ゴールがそこにあるんで、まあそれは僕たちだけのゴールではなくて、地域の皆さんのゴールだと思うので、まあこの地域を盛り上げるっていう意味でも、選手はピッチの上で、すべてを尽くして、戦っていくので、一緒にサポーターの皆さん、応援してくださる皆さん、一緒にシーズン終了まで戦い抜いていきましょう。ありがとうございます。本当に皆さん、体調管理、気をつけていただいて、ちゃんと見に来れるような試合になったときは、本当にみんなでガイナーレ鳥取、応援というか、一緒に戦っていただければと思います。今回、トークテーマ、俺のこだわりということだったんですけど、まあなんかタクが意外とズボラだったりとか、なんだろう、まあ西の、香水ちょっと嗅ぎたくなったなとかって、なんか、で、まあ、健吾さんは、もう、想像通りの感じで、まあ、それを上回るようなトークでね、いろいろ喋っていただきましたけれど、本当になんかこう、3選手のなんか人となりというかね、姿が見れたと思います。ぜひ、ファンサービスだったり、試合が再開した時には、そういったところも、ぜひ、突っ込んで喋っていただければなと思います。皆さんまた、ね、ぜひ、来週もあるのかな？これからガイナーレ劇場続きますんで、ぜひこれからも YouTube ライブで、ご覧いただければと思います。今日は1時間ありがとうございました。それでは、さよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。ケンゴさん、ちゃんと手振ってよ。ノーコメント。